さて、そうね、関東の章クリアしたから、うーん、織田の章やってないんだ私。徳川、武田の章はクリア済みか。じゃあまあ織田の章やりますか、ね、戦国時代の花、織田信長行きましょう。あ、途中までやってんのか。じゃあまあ最初からやろう。覚えてないからね。誰を使おうかな。地平は目指せど、まだ遠い。緑川さんだ。明智光秀だろきっと。のか、絶対明智光秀だろ、緑川さん。松永久秀、天下の大悪人と呼ぶ者もある。久秀こんな感じなんだ。見ろ、血湧き肉を踊る者の子供の行軍を。天が告げておる、真の乱世の始まりよな。おしゃれな髪型しても、お主も導かれここに来たのだろう。ん、顔についてるその傷は一体何でしょう。蜘蛛の巣みたいなやつは。あー、変な時間に起きちゃった。2時間ぐらい寝たら目覚めちゃったよ。戦国の運命、ダメだね。お酒に対する耐性がどんどんついてきたせいか、ウイスキーダブル一杯ぐらいじゃ2時間で起きてしまう。良くない傾向です。室町時代後期、全国各地で争いが起こり、世は終わりの見えぬ戦国時代へと突入した。そんな中、駿河の大名今川義元は天下に号令し、乱世に秩序をもたらすべく大軍を率いて上洛を開始。眠くなるまでいらっしゃい、ゆっくり寝ていってください。私も起きちゃったよ。なんだろうね、戦国無双5がさ出るし、予約したからさ、そういえば4買ったけどやってないなと思って。4デラックスね、DLC とか全部込みのやってきます。戦国無双4は、4デラックスは2019年のゲームだけど、戦国無双4自体は2014年のゲームです。戦国の運命は、いきなり桶狭間か。動き出そうとしていた。決戦2っていうプレイステーション2のゲームではさ、桶狭間は結構中盤なんだよね。決戦2ってゲーム、あの主人公織田信長だから。桶狭間の戦い、決戦3か、2じゃないか。いっぱいいる。あ、柴田勝家、前田利家いるね。お、前田刑事ってすごい強キャラだったよね。濃姫、織田信長、羽柴秀吉、秀吉さんじゃん。おいち、そうね、あんま使ってないやつ使うか。前田刑事と利家の前だけでやってたのか、ダブル前田でやってたのか私。じゃあそうね、清洲会議ではね、決戦ね、古いゲームだけど、まああの日本史を舞台にしたゲームとしては面白かったよ。決戦2は三国志が舞台だけど、決戦3は戦国時代で、織田信長があの成り上がるまでのお話なのね。信長が本当にあのただの一農民というか、その一ちっちゃい部隊の隊長みたいな時から使ってくんだけど、織田信長を。なんかそっからだんだんちょっと格が上がっていくっていうのを終えるストーリーだった。面白かったよ決戦3。織田信長特殊技タイプなんだ。へえ。そうね、まあ秀吉と勝家でいくか、清洲会議の2トップ。清洲会議って映画良かったね。
大泉洋さんとさ、あとは役所広司のね映画すごい面白かった。監督三谷幸喜だからとても面白かった。いや勝家さん、勝家さんと橋場さんで行こう。勝家さん橋場さんで行こう。喧嘩しがいがある戦だ。多勢に無勢、勝ちの目なし。腕が鳴るね。結局前田刑事って本当にいたのかな。わしゃそうでもねえと踏んどるわ。信長様にはきっと考えが終わりになる。なるほど。この絶望的な戦に勝ったとなりゃ、終わりの正大名も一躍天下争いに加われるわけだ。そうだな。柴田殿も同じ考えじゃろ。そうでなきゃ追放中の利家を連れてこんわ。追放中なんだ利家。前田利家は事件を起こし、織田信長の不況を買って織田家を追放されていた。お前何しでかしたんだよ。実は勝ちが決まっとる戦で利家活躍させて、その功で織田家に復帰させてやろうと。親心。それがごちゃごちゃうるさいわ。さような打算、戦の外に置いてまいれ。そうか、柴田勝家は秀吉のことさるさる言ってたか。清須会議でもそうだったな。下に見てたな、うん、秀吉を。勝たばよし、負けるとも戦って果てるが武士が本望ってかい。時代は勝った者が紡げばよい。それ以外に何があろう。わあ、ストレート分かりやすい。俺の追放の件じゃ前だけに迷惑かけた。三谷幸喜の作品ね、不思議な金縛りとかさ、あとは清須会議もそうだけど、あとなんだっけな、ラジオの時間とか結構好きで見てたかな。最初はさ、いろんな人がいがみ合っててさ、全くちぐはぐで、最終的にすごいうまく噛み合ってクライマックスに向かっていくっていう、あの作り方ほんと好き。見てて気持ちいい。鍵泥棒のメソッドって三谷幸喜だっけ。あれも面白かったな。あれ誰だっけ監督。さあ身支度だ。まだ何も持ってないぜ。いや道具はこれさ、攻撃速度増すのなんか他になかったっけ。60秒間、90秒間、120秒間、90秒間。ビートル船は90秒間か。え、だったら絵巻小立ち、そう、鍵泥棒のメソッドって映画があるのよ。確かに Amazon プライムかなんかで見れたかな。まあ、機会があったら見てほしいかな。面白いよすごく。120秒間ならこっちのが強いな。そうね、これに変えとくか。あとあれ、攻撃力 100% アップの武器は他にはないか。あー、ないね。この辺だね。 100% アップはないか。軍馬、勝家さんは馬力が強いの。この味噌、秀吉さんは耐久が強いの。あ、でも色的になんか銀、いや白でいっか。道具は90秒間攻撃速度 30% アップよりは120秒間のが強い。あとは回復かな。これだけあればまあ強いでしょう。武器は全然ないな。勝家さん斧なんだ、かっこいいな。これなんだ、これなんだ、どういう武器だこれ。うわー、敵多いな。勝家どこいんだ。今川義元、徳部、そっか、今川が滅ぼされて、で徳川が今川から離反して
で今川を攻めてる時に北条氏が助けに来たから徳川と今あの北条氏が戦ったのか。ああ昨日やったところだね。やっていきましょう。普通難易度です。勝てるかな。結構大変なんだよね普通難易度とはいえ。全員全勝寺砦を目指す。はい。あの地より吉本本陣に奇襲する。今川はすまない、こっちは進む。よいしょい。正面からぶつかれ当然やられる。じゃが全勝寺砦を取れ。あそこからわしは分かりました信長様。開門。開いた。敵じゃと。そんな。もうまずはそこでアイテム使って倒していこう。速やかに撃って。はい、OK です。決めてます。海城に守備が集中しすぎておる。倒した。全勝寺砦周辺が心の半蔵。あ、ハントリ半蔵だ。そう撃ち取ったり。まさか織田が撃って出てこようとは。開門。この神速攻撃が反則級に強いんだよな。バカな織田勢じゃと。殿の読み的中。頭文字兵倒しちゃおう。はい、OK です。慎重な家康らしい。この大雨では進軍もままならない。織田も振り置いて出てこぬし、しばし休息じゃ。暇じゃの。雨が止まねば進軍できぬの。蹴鞠でもしようたの。敵どこだ。武士敵の武将こっちか。まだ目の前の敵を撃つのみよ。やい。始末。どこどこだ。柴田殿の戦はいつ見ても豪快ですな。この猿も見習わなければ。うわ何その攻撃。最中ぐらい黙らんか。そう。ちょっと秀吉さんダメージだいぶ負ってんじゃん。大丈夫。よし回復だ。秀吉さんも回復するからねこれやると。 OK 倒した。あとは秀吉さん邪魔。今より吉本本陣を突く。いいよ。東の砦を抜け吉本の背後へ駆け。何。あ、そっち行けって。 OK じゃあ秀吉さん使おう。駆け道を確保するため危険じゃが。入れ替えられるんですねキャラクターを。2人指定できてさ、それをそれぞれこう使い分けながらやるっていうね。地獄を打ち抜けいい。出世じゃ。ただ目の前の敵を撃つのみよ。織田軍来襲。崖道すごい勢いで進んできたぞ。まさかこの道から攻めてくるとは。みんな落ち着け。そう面白いでしょう。敵の部署まだいる？もういないよね。いる？力を呼ばせか。あ、強い。なぜこんなところに織田軍が。今川に属す者すべて。詰所頭倒していこう。
散らしていくぜ。いざ戦わん。三節棍か。OK、倒した。痛い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 。あ、閉じられた。あ、ナオトラさん。痛い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 。馬かっこいいな。突っ込むぜ。もうちょいだから攻め込んじゃう。せーの、よいしょ。天下取りじゃ。痛い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 。吉本討ち死にかわいそうに。あ、殿、親方、親方、親方、こんなところで何してるんですか親方。吉本様が織田軍に撃たれた。あ、来た。はい、オッケー、いいな、大森も倒しちゃっていいわね。はい、しっかり倒していきましょう。山兵を束ねるは家康か。急行を温めよう。ズー勝利条件変更。家康は最初織田信長となんか一緒に戦ってたからね。この今川来る前だっけ、それ確か。その武勇あやかりたい。開門。はい、続いて じゃあそろそろ入れ替えるか。
あ、強武闘派だな。武山もいる。砦に逃げ込む前に切れ。おい、誰を誰を。ああ、カモカモ殿って読むのかな、ウデンって読むのかな、わかんないけど、しょうがねえ。馬来い、馬よ来い。馬来たけど先にこっちだ。織田の人質だった折、信長殿はよく遊んでくださった。その信長殿が今ね、我が主君を討ち天下へ駆けんとしておる。そうなんだよね。わしは信長殿と。で、結局その家康がね、秀吉の意志を継ぐ三成を倒しちゃってよね。引くわけにはいかんのだ。なれば、よし、殿が引きやすきよう退路を開いておきます。よし、やるぜ。細かい武将は倒したぜ。お前じゃない、お前じゃない、秀吉頼んだぞ。ここ本田忠勝来たか。追いつけ追いつけ、頑張れ。味方が鳴海城に攻め入ったのか。お前だ。えじゃい。え、あれ倒せなかった？ここまで来ればもう安心よ。間に合わなかったか。砦の守りを固めて体勢を立て直すぞ。雑魚の武将と戦ってる場合じゃなかったな。え、倒したんじゃなかったの今。そっか、攻撃した勢いで相手を城の中押し込んじゃったのか。私オウンゴールみたいな感じだ。やべやべ、あね、手加減大事だね。吹っ飛ばさない方が良かったね。今川の一生に成り下がったか。変わり続けられぬならば滅すまでよ。そう、討ち取ったり。あ、強い。なるなあ、ね、私三国志はさ、三国無双シリーズで学んだ人だからさ、なんか無双系好きなんだよね。でも戦国無双ずっとやってなかったのよ。なんか三国無双あるからいいやと思ってやってなかったのよ。でも今回久々に出るナンバリングタイトルがさ、戦国無双だからちょっと乗り換えてみた。三国無双はね、2、3、4、5、6、7はやってるんだよね。8はやってない。なんか8の評価かなりひどかったからやってない。これ何？あとはもう家康倒すだけ？しょうがない。じゃあいっか。ほぼ短期で来てるな、ここまで。おっ、ごつい武器持ってる。ごつい武器持っとるね。あれ、もしかしてあの攻撃速度上げるアイテム使い切りか。
時間経ったらもう一回使える系じゃないのか。あ、じゃあやっぱ DLC でもらえる方が強いんだ。なるほどね。そうね、無双系はね、三国無双は今のところね、2、3、4、5、6、7やった身としてはそこまで、7以外は当たり、7はちょっと微妙だった。で7、8から微妙なのが続いたからちょっともう追ってない。でここでさ、久しぶりに戦国無双4というものをさ買って無双系久しぶりにやったんだけどさ、面白いのよね、戦国無双システムというか安定しててさ。おわしこそが天下無双の者の兵を行くぜ、やったぜ。戦国無双はほら友達が好きでねやってて、私は三国無双派だからさ、お互いそれぞれのゲームやってなかったんだけど、戦国無双なかなかねゲームバランスがいいわ。特に4はとても良いです。戦国無双はあとは2を誰かの家でやったぐらいかな。そうそう、定番安定してる。なんか変に手の込んだシステムたくさん入れてない分シンプルでやりやすい。いろいろできてないな、これね。意外といろいろできなかったな。微妙。まあ武器は手に入れましたよ。そうなんだ、この辺のさ普通に手に入るアイテムって使い切りなんだね、復活しないんだ。嵐の後、震えが。キングダム無双ね、キングダムハーツのもうあれ自体が無双的なもの、無双的な感じあるからじゃない？天下に飛翔すべくこの機会を狙っていたのだ。おお。いやー、終わってみれば完全勝利。一時はどうなるかと思うとりましたが、さすが信長様。さすが。お兄様、どうなさったのです？遠い目をなさって。お市の方、生涯秀吉のもとには行かなかったお市の方。待っておるのよ。来るのをな。何を？って何が？明智十兵衛光秀。どうか。信長様家臣の列に加えていただきたく。そうか、うむか、許す。わあ、運命の分かれ道を見た気がする。戦国無双4の信長ね、なんか言葉通じない感がすごいよね。まともに会話できない感がすごいよな。こたびの戦、年家の手柄も小さからず、何とぞこの子に変えて帰参のお許しを。年家の手柄だけで足りずば、さらに我が子を加え、何とぞ。千人斬り果たしたからね。わしの手柄も。あ、そっちのキングダムか。頼ませ。キングダムはね、アニメ版で1期2期を見て3期の途中で確か一旦止まったんだよね。コロナの影響でちょっと書き続けるの難しいからっていうんで一旦止まったんだよね、確かキングダム。止まったとこまで見てた。俺の手柄も足してもらおうかね。おじごは前だけの大事な。キングダム面白かった、すっごい面白かった。よかろう、年家。漫画は読んでないけどアニメはね、コロナで連載が止まるまでは見てた。もう再開してんのかな。ありがたき幸せ。ついに。これよりついに。いいねいいね。忠義に尽くします。いやー、ずいぶん止まってたね。1年ぐらい止まってたよね。いやー、よかったろ、トシゲ。やっぱ漫画リモートじゃ書けないものなんだね。ありがとよ、アニメとか。持つべきものは友達だぜ。刑事もありがとよ。あとあれか、環境がないのか、家には。これからは前だけのために頑張っからよ。
おいおい、おじごからにもね。それにちゃんと礼を言うべき相手が違ってるぜ。おじき、いつも迷惑ばっかかけてすまねえ。こんな俺をずっと見捨てないでいてくれて。遅い NHK ってなんだ。今に始まったことか。わぬしのためならいつでも腹切る覚悟はできておるわ。おお、かっけえな。もう柴田殿に腹切らせるような真似はすんなよ、トシエ。おじき、秀吉、刑事、本当にありがとよ。お前は何をしでかしたんだ結局、トシエよ。幸せもんだ。すごい綺麗なストーリーになってるけど、タケノコみたいな髪型のトシエ。クリアしました。じゃあ次こっちだね。反信長勢力結集、心を攻める戦で上洛への道を開け。ミッションをいろいろこなせてないですね。ミッションが出たらもう雑魚武将なんかほっといて、さっさとミッション遂行に、なんだろう、集中した方がいいな。天下争いに躍り出た織田信長は、信長天下富舞を掲げ上洛を目指す。ああ、天下富舞聞いたわ。その一手として独立した三河の徳川家康と同盟。おう、また近江の浅井長政には妹のお市を嫁がせた。北条氏のストーリーがさらに独立した家康っていう一言で片付けられた。足利義昭、ね、楽しいからね。妻濃姫の実家である斎藤家が治める美濃へ進行する。おお、銅山じゃん。銅山の息子か、あの辰沖。対する斎藤は機内の諸勢力や大和の松永久秀と連合。来た。信長の勢いを止めるべく稲葉山城で攻戦の構えを見せる。難攻不落の稲葉山城を舞台に行われる覇者決定戦。松永久秀。この戦で戦国のもう一つの星が輝きを放つ。草刈りゲーム。へえ。楽しいんだよねこれね。ザコ倒してるのがね、ザクザクやってる感がすごい楽しい。織田の将、織田の将、信長上洛戦。上洛戦、じゃあ勝家さんと秀吉さんをね使い続けていこうか。お市様のお越し入れも相なって、浅井家との同盟も滞りなし。長政か。これで美濃の斎藤、近畿の松永やっつけて、信長様が京に登りゃ天下に号令できるってもんだ。お前調子乗ってるとまた飛ばされるぞ。トシエ、めでてえな。トシエ殿。ああ、やっちゃうね。面白いよね。常ならぬ乱世ゆえに、常の情けや人の心は捨てねばならぬ。うぬの向こう、信長がうつけならば。出た。殺せ。おの、濃姫、濃姫。ですが父上。斎藤道山の娘だっけ。一騎当選の気分かっこいいよね。ああ、道山。信長がうつけでなければ、この刃、父上に向けることになりましょう。濃姫かっこいいな。明智光秀ってもともと斎藤家の家臣なの？なんでここにいるんだろう。心は捨てねばならない。あのお方が天下を滑るまでは。あ、選べるキャラすご。これ誰？ねね、ねねだ。おいち、ベヨネッタ感。突然のベヨネッタ感。これは何だろう、チャイナドレスみたいな感じなのかな。これは何、これ何イメージしてんだ。まあ、なんだかんだでこれがいいよね。ねえ。これネタ衣装だな、ネタ衣装だな。これかわいそうだよ。男性キャラほとんどないんだよ。ほら、四角ボタンの衣装変更がないでしょ。
サイガさん1個しかない。しかもあんま変わってない。やっぱ女性キャラが多いね DLC は。あざい長政、まあ、こんな感じで、勝家さんと秀吉で作るさ。サイガ孫一、おお孫一来てくれたか。孫一って戦国最強の鉄砲傭兵、サイカ州の棟梁、鉄砲の腕は神業っていう、あの格好大事だね。やっぱ女性キャラの DLC が圧倒的に多いよ。天下無双の色男って説明が抜けてるぜ。サイカ孫一、ダチの頼みで参上てか、信長様上洛の大事な戦、手柄を立てたかったんじゃ。お前が来てくれりゃ逆に力じゃ孫一。いいってことや。それより戦が終わったらみんなで可愛い子ちゃんのいる店に繰り出そうぜ。遊郭か。遊郭ってあんのかな戦国時代。なんか江戸時代のイメージあるけど。俺は松がいるからちょっとそういうところには。利家と松、そういえば利家と松っていう大河ドラマあったな。あれ前田利家か。なんじゃ利家付き合い悪いの。嫁さんなんぞ忘れてパーッと。わ、炎上しそうなこと言ってる。今の時代だったら炎上しそうなこと言ってる。誰を忘れるって。あ、お前様。そっか、ネネは秀吉の奥さんか。清須会議では柴崎コウさんが演じてましたね。反省しました。あ、孫一も怒られてる。別にお前は言ってもいいだろ一人で。もううちの人も孫一も。それに引き換え利家はいい子だね。孫一は別にいいだろ言っても。いや、前だけの四男坊、別にでっかい望みもね。四男坊だけど。四男坊か、子だくさんだねお父さん。松だけは幸せにしてんだ。わしだってネネを一等大将。大河ドラマね、大河ドラマはね、竹中直人さんが秀吉を演じてたやつ見たんだけど、だいぶ前のやつね。あれ好きだったな。あとはあの西田敏行さんが家康演じてるやつとかね。あの辺面白かったな。あとは新選組とかめちゃめちゃ面白かったな。私新選組好きだったからさ、小説とかでも読んでたし、新選組っていうあのゲームも持ってるしね。風雲新選組っていうプレステのゲーム。さあ勝家さん武器チェンジ。あんま変わってないな。三谷幸、そうそう三谷幸喜さんなのよ。あれもあれ面白かったよすごい。どっちがいいかな。猛攻、武器攻撃力、武将に与えるダメージ増加、混合と。こっちは猛攻、破撃。あー、破撃と混合どっちかって感じだな。あー、まあこっちかな。見てないのか。三谷幸喜の新選組面白かったよ。私はすごい好き。まああの頃まださ中学生とかだったけど、まあ記憶にあるよ。役者さんもすごい良かったし、藤原竜也が沖田総司で、土方歳三が、名前が出てこないんだけど、あ、名前出てこないや。でも山崎進とかさ、長倉新八をぐっさん、山口智光さんぐっさんがやってて、であれ、もう今は政治家になっちゃってる山本太郎さんがさ、あの原田佐之助やってたり、すげえ面白いよ。もうあれでもあれか、佐之助役のさ山本太郎さんがさ政治家になっちゃったからさ、あの宣伝になるからっていうんでドラマも見れないかもね、もしかしたら。いや見れるといいな。じゃこれ付け替えよう。これ使い切りっぽいから何回も繰り返し使えるこっちにしよう。やっぱ DLC って他と違うな。普通のね手に入れられるアイテムはね使い切りなんだよね。
じゃあこんな感じで勝家さんの武器を集めたいな。わあまた敵の兵ばっか。そうね、もう山本太郎さん出てこなくなっちゃったよね、その辺の話題にね。ね、昔はほらだいぶさ、まだ安倍さんが総理大臣やられていた頃さ、だいぶいろんなところでブイブイ大きい声上げてたけどさ、なんか最近途端に、てかコロナが始まってからさ、野党勢全然聞かなくなったね。元気か。コロナの波が来る前は結構ほら、あの立憲民主党とかすごいさ、いろんなことやってたじゃん、盛りかけだなんだってやってたじゃん。なんかコロナになった瞬間、途端になんか野党の人たち出てこなくなっちゃったね。元気かな。全然なんか聞かなくなっちゃったよね。いよいよあの策のお披露目だな。ん、何あの策って。そうね、もうね、なんかなけなしの支持率にかじりついてたけども、完全に消えたね、残念ながら。あ、そっち二打兵なんて読むの、あれ家電兵って読むのかな。妨害しちゃうぜ。妨害しちゃわないでくれ。あ、ゴエモン、その辺り敵が迫っとる。城の完成まで敵が来んようにすりゃ。すみまと侵入よ。いしょい。この力量破壊し止めるとは、あんたかっこいいぜ。ゴエモン様と勝負。勝負。もうちょい、もうちょい。オッケー、倒した。で、で、ミッション。この二打兵ってのがどこにいんだろう。これか。こいつね、こいつを守るっていうのと、一夜城完成まで敵武将の侵入を防げと。この隅またってどこに当たるのかが分かんないな。鮮やかなお手並み完璧しました。入るか、のほど知らずめ。敵将撃ち取ったな。勝家さん一人でどこ行くの。勝家さん、何何、一夜城、お、完成した、やったぜ。天下取りじゃ。これぞ素の又一夜城。斎藤家の方々、これで勝負ありじゃろ。一気に城を作り上げた手腕も素晴らしいが、何よりもこちらの繊維を折ったのが見事。さすが信長様の下には人材が揃っている。揃ってるな。あ、開かねえんだここ。手柄を立てねば。兵は軌道なりってね。この隙に信長の首もらっとこっかな。さて、手はず通り策を実行せよ。敵の工作兵が。これミッションもう大体クリアしてるよね。ね、クリアしたね。 OK。 軍師官兵衛、あ、見てない、あれでしょ、岡田 V6 の岡田くんのやつでしょ。工作隊長進軍開始。待ってくだされ、あの工作兵誘うような動きをしとるわ。ほんまや。岡田くん、やっぱり兵が伏せとったよね。助けろと。 OK、 じゃあこちら
行くぜ。はい、オッケー、倒した。こんなもんじゃわしの活躍は止まらんぜ。天下取ってくだせ、天下取るぜ。おやすみなさい。私はまだ眠くなりそうにありません。まあ2時間寝たからね。黒田官兵衛とか言ったが、あ、官兵衛。秀吉、私の策をカンパするとはな。詰め所取っとこう。あの秀吉なる男を撃てば戦局は変わる。わかってるね。小寺の軍師が出てきよったが、あの男、あ、神戸だ。なんとか味方にできんかの。なんだその武器。秀吉なんでそんなとこいんだ。だ、なんだ、なんでその動き。オッケー。軍門に下れ。仕方あるまい。意外と簡単に降伏したな。敵よ。しかもあの陰険ネクラ軍師を振幅させちゃったよ。あれ竹中半兵衛か。やるね。出た両兵衛。地屋城建築といい、官兵衛の降伏といい、かなり織田に抗っても無駄か。今より我ら美の三人衆を捕らえ読み方する。開門。あ、間違えちゃった。使っちゃった。二の三人衆まで寝返っちゃったの。この流れを作ったのは秀吉だね。余裕者の助出しに参上。来た。決まったかね。斎藤辰沖は困ったまま。辰沖か。三の丸に火を放ち、炙り出せ。炙り出せ。はい、そっちね。オッケー、よし、馬来い。行くぜ。また手柄を上げてまったわ。行くぜ。信長は姫様が傷つくのを知ってて攻めてきた。やっぱ俺はあの男を好きになれないな。それに比べてあの秀吉って人、一夜城で敵戦意をくじくなんて。竹中半兵衛と黒田官兵衛は秀吉の配下だからな。敵多いな。さあ次、敵が多いな。天下取りじゃ。こんなもんじゃわしの活躍は止まらんで。OK。よいしょーい。鬼柴田いいね。今ぞ火を放て。おお、火を放ったぜ。城に火をつけるとは、こうなれば焼けじゃ。全軍突撃。焼けになっちゃダメよ辰沖さん。辰沖様、それじゃ信長の思う壺だって。開門。何その武器。ようやく出てきたか。
潰せ。斎藤はたやす。楽しいか。ごめん。いいよ。変わらない斎藤に価値はない。だから徹底的に壊す。そういうことでした。姫様は斎藤を責めるだけでも苦しいはず。それを見る眺め。力を及ばずか。よし、才造。ここは引かせてもらうわ。この程度では信長は満たされぬ。お見事、さすがでござりまするわ。尋常に勝負いたせ。半兵衛。兵とは姿勢の違い、存亡の道考えてきてる。それぞれだ。受け切った、よく受け切ったなお前。オッケー、半兵衛倒した。ああ捕まっちゃった。でも俺、信長に使えるのは嫌だな。いけるかな。まだ無理か。オッケー。お、戦が終わらない。信長、恨みは忘れん。いつか必ず貴様を。うま。ただ目の前の敵を撃つのみよ。三好家臣松永久秀、信長に物申す。足利義明はこの大悪党の手の内にある。貴様が将軍候補に担いでいるお方だ。助けに来んとまずいんじゃないのか。開門。その挑発乗ろう。よし、釣れた。信長つれた。行け。今こそ奴を討ち取る好機だり。はい。一旦手を組んだだけ。指図はやめて。報酬は何万いただくの。いかん。信長様が敵陣に突っ込んどる。急ぎ周囲の敵を撃破するんじゃ。三好三人衆剣山、信長こっちか。上洛はさせん。カズエがいる。スメショ頭から倒そう。乱戦だな。わしの活躍は止まらぜ。いい仕事はこれにあり。OK。 OK。 タイム。
信長様もお人が悪いわ。そう構えるな。あの愛はただの抜刀だ。お見事、さすがでござりまするわ。見えない見えない。オッケー。我が輩の運命もこれまでだ。煮るなり焼くなり好きにするがいい。いろいろ覚えたね。特殊技っての全然使ってないな。お、武器新しいの来た。やったぜ。お、いろいろ入ってていいね。収めたつもりか。信長、我が輩をさっさと殺せ。お主にも、お主が作る未来にも興味はない。我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。ウヌの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。なら楽しみだ。秀吉、半兵衛。どうしても皆が笑って暮らせるよう気づきたい。天下統一のためにはお前みたいな切れ者が必要じゃ。頼む、織田家にその頭脳を預けてくれんか。信長様の天下布武、その際で成し遂げさせてくれ。やだやだ。だけど秀吉様になら使えてもいいかなってさ。ショッタだ。ただし条件が3つあるけど。半兵衛はショッタだ。聞く聞く、何でも聞く。何でも何でも聞くで。どうか何でもって。じゃあ一つ目、昼寝の自由。二つ目、黒田官兵衛を軍師として召し抱えること。ネクラ軍師とか言っときながら。私ならすでに秀吉様の軍師となっている。ああ、あと一つ目の条件はどうかと思う。ああ、カモンカモン、武士に二言もね。何でも聞くって言ったんじゃ。言っちゃったな。三つ目は、天下を太平に導くため必要とあらば信長を廃し秀吉様が天下を統一すること。わお、何言うとるんさ。信長様以外の誰に天下を太平に導けるって。信長じゃ太平は導けない。まあな、戦の申し子みたいな人だからね。ごめんね。右遷でも仰ぎながら天文で解説すれば飲み込みやすいかもだけど、ほら俺って厳しいから。わあ、乱世を打ち破れる人、天下を統一できる人、太平の世を治められる人、それが一人だなんて幻想だよ。わあ、それぞれだ。信長、秀吉、家康だ。それぞれ全ての素養を持ち合わせる人間なんてまずいない。でも一つを持つくらいの欠物ならいる。
信長には乱世を打ち破る才はある。でも天下を統一し太平を導く才はない。秀吉様には俺の見るところその才がある。だから必要な時には覚悟を決めてほしいんだ。皆が笑って、利家も孫一も信長様も笑って暮らせる、そんな世を作りたいんじゃ。わしは武士に二言はないって言ったよね。やめよ半兵衛。甘やかすんだな。天下を太平に導きたい人間なら何万の墓何百万の恨みを引き受けないといけないのに。わかったよ、その優しさに惹かれたんだもの。でもいつか覚悟を決めてね、秀吉様。なこう見ちゃうとさ、信長に引導を渡す、なんだろう、役目を引き受けたのが光秀でよかったかもしんないね。秀吉悪者にならなくて済んだもんね。1時間やったし、こんなもんでいっかな。じゃあ次はここからか。織田の将最後までやってないもんね。じゃあこんな感じで寝ますかね。もう時間も遅いし、4時です。それではおやすみなさい。またねー。